さ。ああ、もちろん。さて。どうしたの？実は。それって。そうか。オルベリク。そこのお前、この男できる。なかなかの殺気だ。俺のことか。何のようだ。それだけの殺気、ただごとではあるまい。確かに強そうだ。俺が万全の状態でも勝つのは難しいか。でしょ？私の目に狂いはないって。ごめんなさいね。あなたの実力を測ってみたかったの。こいつはネットって言ってね。怪我さえしなければ大会に出場。何の用かと尋ねたはずだが。私はセシリー。コロシアムで工業主をしてるの。工業主？コロシアムの試合を管理するものだ。彼女もその一人だが、実力はまだまだ。黙りなさい！余計なことは言わなくていいの！あなた、
グスタフに会いたいんでしょ。先ほどの会話を聞いていたか。ええ、でも今本戦の出場者に会うのは難しいわよ。向こうから会いに来るなら別だけど、彼とはそういう関係じゃないでしょ。何が言いたい。私なら会わせられるって言ってるの。あなたが本戦に出場することでね。予選はもう終わっていると聞いたが。それがあるのよ、あなたが出場できる奇策が。なんだそれは。あなたが本戦の出場者よりも強いこと、それを大々的にアピールすればいいのよ。この舞踏大会の期間中は暗黙の了解でね、決闘が認められているの。本戦を逃した腕自慢たちもやる気満々よ。だが本戦出場者には関係ないだろう。わざわざ戦ってやる義理もない。それがそうでもなくてな、血の気が多かったりしがらみがあったり。そういう出場者にアピールして決闘に誘い込むの。俺とお前どっちが強いってね。なるほどな。しかしその、私は自分の推薦する選手が本戦に出場すればそれだけで名誉なの。なるほど、理解した。確かにお互いのためになるようだ。契約成立でいいのよね。あなたお名前は。オルベリク・アイゼンバーグだ。オルベリック、まさかホルンブルグの豪剣の父。何それ、絶対盛り上がるネタじゃない。いけるわよオルベリック、きっとお互いの目的を果たせるわ。剣の騎士、押してまい。ここからが本番だ。ここからが本番だ。
また一つ強くなる。感謝する。くしょ、始めようか。覚悟はいいか。ファイヤリ！何？まさか。ん？それは。はあ？さて。そうだな。おいおい。おお。おお。おい。なんと！おお！なるほど。いいか？ちょっと！
冒険の騎士、押して参る。この戦い、負けられぬ。ここからが本番だ。頼りにしているぞ。ドカドカブリア。なかなか考えがいがある。負けません。なかなか考えがいがある。氷乱よ、巻き起これ。ここからが本番だ。千本槍。どう動く？足を止めさせてもらう。行きましょう。見えている。当たるものか。なかなか考えがいがある。雷鳴よ、驚き響け。ここからが本番。私の出番だな。負けます。ガッツしてください。聖火神ヌルフリック。行くぞ。頼りにしているぞ。本気を出そうか。この程度では。おい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 ！さあ！うわ！いや。それはな。よし。ついに。ならば。
捨て。ジョシュア。なんと次はコンドラート やっちまえ いけ続いてよく来たな。ああ。うん。そうか。ああ。では、うん、オルベリク。大丈夫なの？さあ
さあ行ってくる。キャー、やっちまえ。これはこれは、オルベリクだ。られぬ。さてどうしようか。あっ、覚悟はいいか。頼りにしているぞ。私の出番だな。ドシャブリア。行きましょう。それ。ここからが本番だ。頼りにしているぞ。本気を出そうか。私の出番だな。よっ、行きましょう。さてどうしようか。あっ、行きましょう。覚悟してください。聖火神エルフリック。さて、当たるものか。どう動く。せいや、全力だ。大剣士オフランドよ。相手に敬意を払う。けいい勝負だ。よし。なるほど。すごいな。さあ。
よし、られぬ。覚悟はいい。頼りにしているぞ。かかってこい。どかぶりよ。負けません。ここからが本番だ。頼りにしているぞ。なかなか考えないな。せい。かかってこい。はっ。頑張ります。聖火神ネルフリック。集中していこう。氷乱よ巻き起これ。氷乱よ巻き起これ。ここからが本番だ。頼りにしているぞ。私の出番だな。よっ。行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。覚悟はいいか。かかってこい。氷乱よ巻き起これ。この程度では不合格。ついに
ルベリクさん。実はな。そうだ。よく来たな。ああ、うん、もちろん。始め。この戦い負けられぬ。私の出番だな。さて、どうしようか。雷鳴よ、轟き響け。頑張ります。聖火の光、輝きたまえ。覚悟はいいか。頼りにしているぞ。かかってこい。はっ。さて、どうしようか。火炎よ、焼き尽くせ。負けません。はっ。覚悟してください。聖火神ヌルフリック。覚悟はいいか。横一文字切れ。
かかってこい。横一文字切り。さあどう出る。氷乱よ巻き起これ。氷乱よ巻き起これ。行きましょう。私の出番だ。さみだれよ。さてどうしようか。本気を出そうか。火炎よ焼き尽くせ。と それでは。癒しの奇跡を与えたな。覚悟はいいか。頼りにしているぞ。気を出そうか。火炎よ焼き尽くせ。行くぞ。雷剣装ブランドよ。いい戦いだった。参った。その通りだ。そっか。では分かった。よく来たな。約束だ。エアハルト殿の居場所を教えよう。ただその前に少し私の話に付き合ってくれるか。それは構わんが、なんだ。やはり話しておきたいのだ。エアハルト殿の私が知る限りの事情。そうか。お前が必要だというのなら聞こう。助かる。
さて、どこから話したものか。オルベリク殿、エアハルト殿の出身をご存知か。確かホルンブルグの辺境だと。そうだ、グラナドという町だ。だが戦で滅び、今はもうない。エアハルト殿が騎士になる前だ。故郷グラナドが滅んだその直後、エアハルト殿は傭兵団に入団している。そして密偵としてホルンブルグに潜り込んだのだ。それでは最初から裏切っていたと。エアハルト殿は言っていた。故郷は王によって見捨てられたと。バカな、陛下がそのようなこと。エアハルト殿はそれを確信していた。だから密偵の役を引き受けたのだ。ではエアハルトは、ホルンブルグを滅ぼすために何年も。エアハルト殿にとっては復讐だったのだ。そして願い通り、ホルンブルグは滅びた。もちろんエアハルト殿の行為を肯定するつもりはない。ただ復讐を果たしたエアハルト殿が何を思ったのか、それは彼にしかわからない。そしてそれを問いただせるのはきっとあなただけだ。お前はなぜそこまでエアハルトを気にかける。彼は剣の師であり友でもある。私のような人間には十分すぎる理由だ。剣でしか身を立てられない、戦いしか知らぬ人間なのでだ。そうか、話してくれて感謝する。こちらこそ、聞いてくれて礼を言う。エアハルト殿は砂漠の町ウェルスプリングにいる。どうかよろしく頼む。死であり友である男を斬るかもしれない。俺はそういう男だぞ。それでもあなたの出した答えなら彼も納得するはずだ。ああ、俺も見極めるとしよう。エアハルトが何を思い陛下を斬ったか、そこに納得のいく答えがあるのか、今はまだ分からない。エアハルト、お前の剣は復讐のためだったのか。ならば復讐を遂げた今、お前の剣の意味は何だ。俺と同じく失っているのか。
ょっと待ちなさい。どうした？大会が終われば契約は。そうね、契約は終わり。でも見送りぐらいしてもいいでしょ。ああ、間に合ったか。お別れぐらい言わせてくれよ。そうだな、確かにその通りだ。世話になった、二人とも。そこはお互い様でいいんだけど、今度はどこに行くつもり？砂漠の町、ウェルスプリングに向かう。区切りをつける。そのためにその後は？その後は、そう。そう。帰る場所があるなら仕方ないわね。剣闘士としても十分やっていけそうなの。それは遠慮しておこう。そう言うとは思ったけどね。残念だけど諦めるわ。また気が向いたらここにも寄ってくれ。あんただったら歓迎するよ。ああ、そうさせてもらう。その時までに怪我は治しておけよ。わかってるさ。俺も今から来年を目指して頑張る。そこは、来年は俺が優勝するぐらい言ってみせたら？おい、そいつはさすがに無茶ってもんだぞ。期待している。あんたにそう言われたら本気で頑張らないとな。その時は俺と戦ってくれるかい？もちろんだ。